はい、渡辺麻友です。今回チームデスマッチ、マップはコントラバンドになります。2人パーティーいますね。214ってやつね。今回はバッテリー使っていくかな。バッテリーは出撃する。一応2人パーティーと一緒になったな。で、渡辺麻友のクラスで引き続き KN57 に RK7 のクラスでやってみたいと思います。さっきこのフレキンシーのチームデスマッチでね、 RK7 使わなかったんで、今回ちょっと使うんでね。やっぱりどうしてもサブ、最初サブウェポン使うつもりなんだけど、どうしてもやっぱりメインウェポンばっかり使っちゃってね、サブウェポン使わずじまいっていうの結構あるんですよ。チームデスマッチ。お、なんかこのマップ面白いです。最初なんか、ね、なんかリス、なんかな、あれネズミかなんかかな、わからんけど走っていくんですよ。自分面白いね。自分動物好きなのでね、飼ってはいないんだけどね。アパート住まいだから動物飼えないんですよ。猫が飼いたいんだけど、猫好きでね、猫派なので。私は熱帯魚は飼ってるんですけどね。ビーコン KIA。 熱帯魚飼ってまして、これもいたか。センター難しいですからね。最近あんま行かないんですよ、これ。おう、うちら2人パーティー入ってるから負けたら恥っすよ。敵さん結構強いな。グッドエフェクト。死んじゃい。はーい。祈ってやがる。リードを失った。ダメだ。打ち負けちゃってますって、これ。2キル。トップな、敵のトップが6の1。スプレー。スプレー、これ一箇所にしかできないよ、これ。通知する。敵のタックデプロイビーコンが起動。タックデプロイ。よし。ああ、やった。敵のタックデプロイビーコンを破壊した。よし、破壊しろ、破壊。どんどん。負けとる。手帳抹殺した。向こう、ちょっと違うとこ行こう。同じとこばっか行っても。今度ここ行こうか。ここでずっと持ってるやつ見るね。こちらがリードを奪った。ウォーマシン、装填完了。ウォーマシン行けるか、これ。ああ、もったいね。お、特殊装備武器を。クラスターグレネード、準備完了。やっぱ装備チャージいいね、これ。クラスターグレネードだ。楽しめよ。よっしゃ。決まったぜ。あ、後ろか。バッテリーやっぱ強いわ、やっぱり。かなり強いよ。今度ここ行こう。入った。泳いだらこれ不利なのよ。これスカウト敵のタップデプロイ。クラスターグレネード準備完了。クラスターグレネード OK。向こうはあんまり来ないんだよな。やっぱここなんすよ。あいついるわ、これ。入った。あれもいいんすよ、音響センサーっていうのも。
リオ3の第6巻で映るやつね。あれも結構強いんですよ。あの、スワッグ XPL っていうあの黒人の実況者が大体つけてるあれ。あの、ニューキュラー狙ってるから。赤く光るんですよ、あれ。ね、わからんでしょ、これ。どこに敵がいるか。でも、デッドサイレンス組み合わせたら、映らなくなるんだけどね。バーカービオ4ばっかりもアップしてくからね。装備チャージ OK ですよね。今ここにもいたような気がしたんだけど、任せおくわ。こういうこのプレイヤーさん、派手に行くぞ。適当に打って。敵のタックデプロイビーコン。ああ。オンライン。11キル。よくないですけど。よくはありませんがね。楽しんでるので。いいでしょ、これ。クラスターグレネードだ。楽しめよ。ここいるよ、これ。この辺。ダメだ。勝ってるのは大差だな。大差で勝ってるよ。多分逃げよう。何これ。あ、あれか。敵を片付けて終わらせろ。クラスターグレネードを投げる。ダメだ。お、何だこれ。カムバック。13キル。ひどい。通知する。敵のタックデプロイビーコンが起動。タックデプロイよく使ってくるな。これも成績良くないけど、あげようか、これも。この辺いるのか。クラッシュを仕留めた。あ、こういうの。終わりか。14キロの銃です。これで奴らも、ひどい。浮かずに手出しはできない。いや、あげよう。このマップ全然あげてないから。敵だこれ。あのマップによってはね、あの今プレイヤーめっちゃムカつく場合があるんですよ。こういって広いマップだったらまだねいいんですけどね、ある程度持ってもそんなに頭に来ないんだけど、あのさっきフレクエンシーだったんですよ。あそこそんな広くないのに芋らると結構頭に来るんですわ。正式悪いけどね。はい、プレミア、あ、やりたいな。はい、いいかも、あげよう、もう出よう。時間ない。今回もこれ使って、迷彩さっき解除したばっかりでね、5回しかやってないけど、大口径がないね、これね、アサルトライフル。BO3 は大口径必ずあったんだけどね、どのアサルトライフルにも。ないやつも、あるんですよ、こうやって KM57 とかね。やつもあるんでね。あ、使わなかったね、これね。忘れてたね。うん、で、レベルが今ね、51。今日までなんで、多分。夜中の2時までじゃないかな。ちょっとわからんけど。これね、ハロウィン、これ結構、ティアいます。ティア7。これ、次これか、あ、次ティア8だな。これ獲得できるんですよ、2種類。はい。引き続きやっていきたいと思います。はい。今回、渡辺前のこの、KN57 に、この、RK7&、
バッテリー使ってバッテリー&ウォームシー&クラスターグレネードでコントラバンドのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。